私の専門は財務会計です。慶応義塾大学商学部の浅野隆です。私は資本市場の視点から財務会計を研究しています。財務会計とは社外の利害関係者に財務情報を報告する活動です。財務会計には投資家の投資意思決定をサポートし、企業と資本市場をつなぐ重要な機能があります。財務情報が有用であるためには信頼性や比較可能性が欠かせません。しかし財務情報の開示には様々な選択が関与するため、必ずしも有用な情報が提供されるとは限りません。この点を明らかにするため、私は会計処理や情報開示といった企業の私的選択が投資家の意思決定にどう影響するかを実際のデータを使って長年研究してきました。最近では財務情報だけでなく、環境や社会に関連するサステナビリティ情報にも注目しています。この分野では開示が急速に進んでいますが、会計基準のような統一されたルールがないので、信頼性や比較可能性に課題が残されています。そのため、こうした情報が企業価値にどう影響しているのかについて一貫した分析結果を得ることがまだ難しい状況です。私はサステナビリティ情報も研究対象とし、企業情報と資本市場に関する実証研究を継続しています。分析フレームワークは一貫性を保ちつつ、変化する市場環境にできる限り対応しようと心がけています。具体的には、情報開示に影響を与える要因は何か、情報開示が投資家、アナリスト、格付け機関などの意思決定にどのような影響を与えるのか、情報開示と意思決定の関係に影響を及ぼす要因は何か、といった3つの問いを中心に研究を進めています。例えば、最近の研究では、異なる格付け機関の間で ESG 評価が大きく異なることが、企業や投資家を混乱させることが分かりました。また、環境や社会に関する情報開示を充実させることで、こうした不一致が緩和される可能性があることも分かりました。つまり、環境や社会に関する取り組みを積極的に情報開示することは、企業の評価や投資家の判断にポジティブな効果をもたらすと言えます。私はこれからも企業情報と資本市場に関する研究を続けていきたいと考えています。変化を恐れず、柔軟に対応することを大切にしています。資本市場は ESG 投資の広がりやアクティビストの台頭、さらには AI の活用などによってかつてないスピードで変化しています。会計は実学としてこうした変化に対応しながら進化を続けてきた分野です。私も実務の現場から得られる洞察を研究に生かせるよう心がけたいと考えています。また、研究者として学問の探究にとどまらず、実務とも密接に関わることで両者が互いに学び合うような関係を築きたいとも考えています。このように柔軟かつ実践的な視点で研究を進めることが社会への貢献につながると信じています。